お店失礼します。中島美嘉さんは2001年18歳でメジャーデビュー。今年最初の雪の花。現在までシングル、アルバム、売上総数は1200万枚以上。さらに映画7では主役に抜擢されるなど、その儚げな歌声と独特の存在感で注目されている。しかし2010年、デビュー10周年記念ライブの直前に活動休止を発表。私の中では納得できる歌を歌うことができなくなってしまい、このような形になってしまいました。中島さんを襲った耳の病気。通常塞がっている時間が解放する両側時間解放症と診断された。多分皆さんが経験したことがあるのは、きっと飛行機とかに乗った時に声がすごく大きく聞こえたりして、周りの音が遮断される状態の時ありますよね。あれがまあずっと続いてるっていう。自分の声が耳の中で響き、歌声をコントロールできなくなる、歌手としては致命的な症状。その耳の症状とともに、ちゃんと歌えない悔しさもあって、やめた方がいいのかなとは。一時は歌手を辞めることも考えた中島さん。しかしライブ中止をファンに報告する舞台で、突然会場から中島さんが作詞した曲の合唱が起こった。謝りにまあ行ったんですけど、そう、なんか歌ってくれて、一生待ってるって言われた。その時になんか、歌わなきゃなって。泣き虫やばい。そして先週、復帰後初となるアルバムを発売。この中で中島さんはファンへの感謝の気持ちを歌っている。すごく落ちてた気持ちって一体何だったんだろうって今は思えるぐらい回復したんですね、気持ちが。だから無理に私はその時に頑張る必要はないのかなとは思う。